しかし後になってものすごく痛くなってね、骨が折れてんじゃないかと思うくらい痛かったと、まあ、後になってじっくり考えると本当にバカバカしいことをしてしまった。そうですか。それからね、イラブが特に良くなった点はね、小川ピッチングコーチはハートの問題で、自信をつけたのが一番大きいんだと、技術的にはね、突っ込まなくなったのがいいんだ、突っ込まなくなったから良かったんじゃないかというようなことも、こう冗談半分に小川コーチは言ってたんですが、お見せてくれるんじゃないかと思いますが、これはバットが回りました。広瀬、ご覧のように野本三振の数では一つの差なんですが、三振奪取率という面では 11.27 と野本を引き離しております。ところじゃなくても完全にエース格として計算できるピッチャーにこれはもう育ってもらいたいわけですよね。もう去年ですから去年からようやくこう一皮向けてね、スピードを生かすピッチングを生かすようになりましたから、今年はやっぱり当たり前というぐらいのピッチングをしてほしいですよね。去年からようやく、ね、安定したコントロールピッチングできるようになったんですけど、もう前からなんかこういうようなピッチングしてるなって。25日の試合、ちょうどこの時投げていたのも河野です。投げたんですけどね、もう一昨年ボール2って言うともうフォアボールかなっていうやっぱりイメージありましたもんね。ですから、さあ田中5球目を打ちました。ショート左、ゲッツーコースになってしまった。一塁、自信を語らずにファイターズを語ることができません。今シーズンここまで来ると腰は入れてますからね。そうですね。だからそれ以外のやっぱりこうバッティングの狂いタイミングのズレっていうのはあると思うんですよね。ですから余計に という話が伝わってきているイラブなんですが、それでも140キロ台の後半が出ます。さあちょっと詰まったがセカンドほぼ正面でした。あのカーブで本当打ちあぐんていくんじゃなくて打線の方が両チームともね、ちょっと寂しいな、元気ないなって感じしますよね。多めではあるんですが、ランナースタート、なるほど、高めのストレートというのはちょっとヘッドが出てきますから、今もちょっとやっぱり下が出てくる。これが打率ランキングトップ6がご覧のようになっています。ワンスリー差し込まれました。打ち上げた打球はさファーストファールフライです。去年やられたバッターには今年はってことでやってきますから ね、 そ, うですね。それがもう毎年同じチーム同じ選手と当たるですから、そういうところに野球の面白さがあるんじゃないですかね、その裏の裏をまた書いて攻めてくる、ね、打ってくるとね。ストレート見送った打球は広瀬じゃなくて田村には効くかもしれませんよね。このバッターのが三振あと、島田選手のねまっすぐがドンピシャリ自分の好きなところへ来たと、そういうふうに言っていたそうです。そうですか、まあ、三振これはスイングを取られました。ですから一概に何っていうのは言えないと思うんですけどね。ファーストランナースタート、これランナーにボールが当たった、ちょっと仙台弾き返した、センター下がる、追いついた、先ほどあまりその数字上がるじゃないですかね。さあウィンター、やってますからね、
ッチャー取った茨城ショートへファースト、さあランナースタート、これは余裕、ストレート、150をどう組み立てますか。三振、これ当たり損ね、ピッチャーゴロ、三塁送った、アウト。イラブも189センチと高所身長ありますから、まずランナースタート、三振、落ちる球を見せ球にしてストレートというような、今あのキャッチャーの城爪がね、主を迎えてね、どうするかね、ええ、あのファースト空いてるんですよ、三塁側のね、自分のベンチ見せたんですけど、はい、ストライク。最近では6月25日オリックス戦で2号ホームランを打っています。はい、ってことはストレートかなっていうね、あの2ストライクまで待ちの、ああやっぱり今ストレート、イラブの球は10回を割って176球、したがっても180球は投げたことになります。ストレート、さあおそらくこれぐらいのボールではひるまないと思います。三振、インハイ150キロ、こうどう策を立ててくるか、まあ、狙い球は、ね、時としてバッター当たってると思うんですけどね、それ以上に、いい球がイラブに打たれて凡打ってことじゃないですかね。あ、なるほど、フォアボール、ワンアウト一塁、9名ストライク、攻め方変わってると思いますよ。200球目、三振、イラブ200球投げ抜きました。2対1、千葉ロッテマリーンズがファイターズを下しました。